弊社セブンシックスは、レーザーコンポーネント、レーザーシステムの輸入販売を行っている専門商社です。昨今では、技術ブラボによる自社製の光原の開発も行っております。本日ご紹介いたしますのは、弊社セブンシックスの取扱いメーカーであります、NKT フォトニクス社の超短パルスレーザーの特徴及び加工の応用事例についてです。 NKT フォトニクス社はデンマークの NKT グループの核となるフォトニクス専業のメーカーです NKT 社は大きく分けて3つの製品の製造を行っておりますがフォトニック結晶ファイバーがコアテクノロジーとなっておりますフォトニック結晶ファイバーに軌道類を添加した増幅ファイバーや増幅モジュールはハイパワーのパルスレーザー装置に搭載されており非線形ファイバーは ユニークな抗体域白色レーザーであるスーパーコンティニウムレーザーに搭載されております単一波長レーザーは温度や振動のモニターに数多く使用されております次に各市場において NKT 社のどの製品がご利用いただけているのかをご紹介いたしますライフサイエンスおよび医療分野においては 3次元形状観測のためのスーパーコンティニウムレーザーレーシックでご利用いただけるフェムト病レーザーなどがございます工業分野においてはレンズを高速に検査するためのスーパーコンティニウムレーザーフラットパネルディスプレイの製造にてトリミングを行うためのピコ病フェムト病レーザーデータセンターなどにおける火災探知のための温度モニター用の強線幅レーザー ままた、た石油のの探知のためにレーザーザが役立っていいることもございます。航空宇宙や防衛関係ではいくつものレーザーを束ねることによって実現されるキロワットクラスのレーザー大気や風量の観測のために強線幅レーザーと白色レーザーの2つのアプローチがありいずれも NKT 社の製品によって実現させることができております。 超短パルスレーザーを用いた加工用途のアプリケーションラボとしては、イギリス、サザンプトンの拠点に加え、成長が著しい中国の深圳にもございます。これらのアプリケーションラボでは、特にこれからご説明申し上げますような、加工を行うことをメインターゲットにしております。短パルスレーザーによる加工で、まず最初にご紹介申し上げるのは、ブラックマーキングです。 フェムト病レーザーによって従来のナノ病のレーザーで行われるマーキングでは実現できないブラックマーキングや構造色マーキングが実現できますそしてこの超短パルスレーザーによってより微細で複雑なマーキングを施すことができます構造色マーキングでは従来の黒色のマーキングだけではなく青緑黄色といった色を塗料を用いることなく レーザーで書き込むことができます。将来は、フェムト病レーザーによって描かれる絵画などが実現するかもしれません。また、フェムト病レーザーによるブラックマーキングは、複雑な形状が実現できるだけでなく、従来の酸化膜を形成するマーキングとは異なります。金属などの表面の微細構造を変化させることによって描かれるため、 よりコントラストが大きく、変色がしにくい、安定性の高いマーキングが実現できます。次にご紹介差し上げますのは、熱影響のないアブレーション加工によって実現される微細加工の応用例についてです。こちらは、医療用途に用いられるステントの加工例です。 ヘムト病レーザーのような短時間で高強度な光を対象材料に当てますと光が当たった箇所において蒸散という現象が引き起こされますこの蒸散が引き起こされた後にはバリやダレがほぼない穴が生まれますこの穴をどんどんとつなぎ合わせることによって切断を行うわけですが従来のレーザーでは実現させることができなかった R や R 狭い切断痕が実現可能です続いてはプラスチックなどの柔らかくカーボンが含まれる材料に対する加工例ですご存知の通りカーボンイコール炭素は熱応答が良いためカーボンが含まれる材料に対する加工の場合加工箇所が炭化してしまう場合が多く見受けられますしかし超短パルスレーザーによる加工であれば 切断箇所の単価影響を大幅に下げることができますこちらは半導体プロセスや医療器具でご利用いただくことが多いカプトンの加工例ですこちらは基本波である IR によって加工された場合と波長変換された2倍波であるグリーンの2種類のフェムト秒レーザーの加工事例を掲載しておりますこの場合は一見してお分かりの通り グリーンの加工の方が、炭化影響が少なく加工できております。NKT 社のフェムト病レーザーは、そのビーム品質が高いために、変換効率も高く取れております。また、加工詳細のビームのパワーに関する情報をご覧いただきますと、約47%の変換効率となっているため、グリーンであってもプロセススピードの低下を最小限にとどめることができております。 こちらも IR とグリーンでのペットフィルムの切断結果に関する報告でございますこちらの材料もグリーンの方がより単価影響が少ない加工を実現できております IR でも従来のナノ秒などによる加工やドリル・ワイヤーなどの加工に比べるとチッピングやクラックなどの発生を抑えることができておりますグリーンと比較すると 一般的に IR の方が加工地具や加工環境に対する投資を抑えられる傾向にありますので、ご用途や経済効率次第では、IR を選択いただくことが適切な場合もございます。次にご紹介差し上げるのは、2倍波のグリーンが適している加工事例です。ガラスの中にもいろいろな種類が存在し、IR は透過しやすく、 グリーンは吸収しやすいというガラスの場合をご説明します。このような材料を加工するためには、やはりグリーンで加工する必要があります。ナノ秒レーザーではクラックが生じてしまったりしますが、同じグリーンでもフェムト秒レーザーではクラックやチッピングのない微細な加工ができます。そして、フェムト秒レーザーだからなせる加工として、 ガラス内部の屈折率を変えることにより、ガラス内部に彫刻を施すことができます。また、その彫刻もカラーで彫ることができます。続いては、IR によるガラスの切断です。ご覧のように、フェムト秒レーザーで加工することにより、欠けがなく、R がきつい加工が実現できております。こちらは、 半導体などの工程で行われるエッチングをフェムト病の IR のレーザーでご覧のようにきれいで滑らかな加工が実現できますこちらの事例はガラス表面に対するマーキングです前述の通りフェムト病レーザーであれば熱変性の酸化膜の形成でマーキングを行うわけではなく 表面の微細構造を変えることでマーキングしておりますガラスのような割れやすい材料に対しても熱影響を与えることなくマーキングを行うことができますこちらはシリコンウェハーへの加工ですチョコレートブレイクのように行わないため近接で回路形成させることができますこちらは複合材料に対する壁解です ピコビオレーザーでの工程に比べ50%のぶどまり改善を実現しておりますフラットパネルディスプレイにおいても有機フィルムとガラスの貼り合わせ材料をへき回させることができますリチウムイオンバッテリーの工程でもフェムトビオレーザーが使われておりますリチウムイオンバッテリーの製造工程におけるへき回とトリミングにおいて IR のフェムト病レーザーが利用されております NKT 社の製品の特徴である空冷でもビーム品質が変わらない点は例えばリチウムイオンバッテリーの製造ラインにそのまま搭載させることができます我々の生活を支えているセンサー分野においても超短パルスレーザーは利用されております形状記憶合金としてて利用されているニッケルチタンは カメラやロボットのアクチュエーターとして広く利用されております。さらには、前述のステント材料としても利用されております。このアクチュエーターの形状の自由度を高めるためには、ペムト病レーザーでの微細加工が適しております。きついアールや狭いピッチ間隔を実現することができます。工学業界ではなじみの深いフューズドシリカの成形にも、 このフェムト秒レーザーが利用されております。薄いガラス材料に対し、チッピングやクラックを生じさせません。接着強度を向上させるための表面成形にも、このフェムト秒レーザーが利用されます。写真の結果は、ステンレスの表面に形成されたパターンです。フェムト秒レーザーによって、微細で狙った通りの表面加工が実現できます。 これも短時間で熱影響のないフェムト病レーザーだからこそ実現でき、NKT フォトニクス社の折り紙シリーズだからこそ狙ったところに加工が行えるという特色が活かされています。このように NKT 社のアプリケーションラボでは超短パルスレーザーによる様々な加工が可能です。加工サンプルを NKT 社に送付いただければ、サンプル加工を行わせていただきます。 少しでもご興味がございましたら、こちらの QR コードよりお気軽にお問い合わせください。この度はご視聴いただきありがとうございました。